はい。おはようございます。沖縄おばばです。はい。今日ね、パナさんがいに来ております。みきさんはね、向こうのカゴで休んでおります。はい。えーとですね、皆さんどうもこんにちは。あおはようございます。もうね、えー、まあ今日も日曜日が来てしまいましたが、まあ、那覇市はね、ちょっと台風の影響で、風がちょっと強いかなーって感じですけど、まあ、天気はまだ崩れてません。はい。 えー、明日ぐらいからかな。はい。まあ台風はね、沖縄にとってはもう日常茶飯事なんで、はい。えー、なんせ台風銀座と呼ばれてますからね。えー、ほぼほぼ台風が来てもね、だいたい大きい日、あの台風来てもほどほ、ほぼほぼ,ほぼ、えー、被害あんまりありません。まあ停電ぐらいですね。 えー、あるとしても。はい。まあ、そんな感じです。まあ、家屋が崩れたりとかは、まあ、ほとんどありません。まあ、これね、理由は簡単で、もともと沖縄の家屋って台風に耐えられるようにいい建てられてるんですよ。えー、木造住宅ほぼ,ほぼほぼありません。まあ、古民家ぐらいです。はい。普通の一軒家でね、平屋建てでもね、えー、あの、大体が鉄筋コンクリートですから、 あ,あんまりね、台風の影響は受けないように、はい、できてます。はい。まあ、皆さんもね、あの、一回旅行に来られたらわかると思います。本当に古民家ぐらいしか木造住宅ってないんですよ。まあ、最近のね、えー、建てられたあ古民家もどきのお家はは、木造ではなくてね、えー、鉄筋コンクリーンにーなんかちょっと、 木に見えるっぽい感じの、おなんかあ、いろいろとね、工夫が施されてまして、はいえ。なのでね、ほぼほぼ沖縄は台風、大きい、どんな大きい台風来ても耐えられるようになってはいます。まあ、あガスとかね、あと、あれですね、電気ですね。あの、電線が切れるとかね。えー、それの被害ぐらいですね、あってもね。あとは、あまあ、<laughs> ちょっとね、あの、馬と鹿ちゃんの人たちがね、えー、まあ、台風来てるっていうのに、海行ったりして、まあ、被害に遭うっていうことが結構あります。はい。増水してるのにね、海とかに行って、まあ、見に行って、えー、あの、被害に遭っちゃうっていうことはありますけどね。まあ、そういう感じです。はい。えー なんていうのかなまあ,あ、皆さんもね、えーまあ、この台風がどういう風な進路を取るかわかんないんですけど、まあ、本州に行ったら結構厳しいと思うんでね、えー、気をつけてください。はい。えー、それからですね、まあ、増えてますね。おかしな人たちが。はい。えー、大幅増量中でございます。はい、えー。なんかね、びっくりしました。あのー、今日、今朝ね、えー、まあ、あ 起きてみたニュースでね、まあ、K の殺殺ですね、ポのリスリスがね、えー、ーの塔の殺の人ということで、まあ、通常じゃ考えられませんよね、こんなことね。はい。えー、とんでもない事件があ起きてます、日本。な,なんかね、あのー、いわゆるね、第三国の、あのー、なんて言うのかなー、あー そういう感じになってきてますよね。あと、アメちゃんとかね。えー、いわゆる治安があ悪い地区のようになってきてます。あのー、海外のね。それもやってるの外国人じゃないですからね。はい。えー、日本人の方です。はい。あと、文字通りね。えー、マフィーのアーのね、逃走みたいなのもありますけどね。はい。えー、またね、なんか、あー、 ああ、いわゆるね、893関係でね、え殺、ー、の人参があったみたいなんですけど、頻繁に起きますよね。この前もあったばっかりですよね。えー、ラーメン屋のね、親父さんがね、はい、殺、えー、の人参されたと。またですよ。まあ、これね。 本当に危険な危ない世の中になってるなと思ってます。それからですね、びっくりしたのは、例のね、長野の,能の人たちですね。あ、あのー、4人ね、殺の人々やっちゃったあの人。なんか悪口言ってるからって言って、悪口言ってるって、まあ本人の思い込みなんでしょうけど、 多分そんな近所の人ね、あの、関心ないと思いますよ、あなたのことには。<laughs> 本当に。はい、皆さん自分の生活にね、えー、手一杯なんで、そんな人の、まあ、噂はするでしょうけど、面白くてね。はい、人の噂はすると思いますが、えー、そんなね、悪気があってね、えー、多分ね、言ってはないと思います。はい。えー、すごいですね。まあ、もうのそうがね、暴走しちゃって、 殺の人人になってしまったと。まあ、これどうなんでしょうかね。まあ、悪口言ってるってこう強烈なね、えー、思い込みですよね。だからって言って普通しますはい。普通しますかしませんよね。 もうね、ここら辺がね、私がいつも言ってる自分の感情が、ああ、ね、制御できなくなってきている人が多いっていうことなんですよね。はい。もう本当にこれね、身の回りに気をつけないとね、何にもしちゃいないのにね、えー、なんか変な妄想でね、殺の人々っていうことになっちゃわないかなって、本当心配ですよね。 もう、こればっかりはどうしようもないですね。まあ、なんて言ってもね、例の、ね、えー、例、例、例のがね、はい、えー、脳のね、脳のね、いの棒をね、えー、アタックしますから、おかしな人増えてくるの、これ当然なんですけど、ああ、まあ、本当気をつけないといけませんね。これからもっと多分ひどくなりますよ、これ。だって、今でこんな状態なんですかね、今で。 はい。なのでね、あのー、皆さん、本当に、我々気をつけて、えー、生きていかないといけないなぁと思います。はい。そういうことですね。えー、まあ、今日もね、日曜日なんで、えー、恒例のね、ライブ配信やりたいと思います。どうぞね、皆さん、あのー、 見にいらっしゃって、コメントなんか書かれてください。お願いします。えー、まあでもね、あのー、肝心なところは、あちょっとぼかしてくださいね。私もちょっと、ちょこちょこ見ながら、あーもしね、そういうものがあったら、ちょっと消させていただくかもしれないんでね。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではまた、ごきげんよう、沖縄ばばでした。はい。あなた、なんかここについてますよ。 お顔になんかついてますよ。あ、取れた。はい。なんかゴミがついてました。はい。はい。で、えー、パナタン。